皆さんこんにちは。この動画では SAO コラボ経験値20倍のイベントを利用して単価上げをする様子、周回編成をご紹介したいと思います。どうしたら経験値20倍になるのだったりとか、ミッションの仕様だったりとか、どれぐらい効率がいいの、他の野幕絵だったりケウサと比べて効率がいいのっていうのに関しては別の動画で既にご紹介しているので、そちらの動画は概要欄に貼っておきますのでぜひご確認ください。本日のこの動画では、周回編成ですね、僕が実際に使っている編成をご紹介したいと思います。2つご紹介するので、手持ちの関係だったりとか、自分がどういうワクワクの実の厳選とかをして、回ってみたいとかってところを参考に見ていただけると幸いです。はい、もうすでに左の画面に映ってるんですが、この編成ではルシファー2体にハーメルンパイプ、そして 4P は自由枠の編成を利用しています。フォンフォンを使って4手ワンパンをするんですが、こちらについてもう一回再生して見ていきましょう。まず初手ですね。初手は魔法陣を踏まないように縦で重力を使ってはまって起きていきます。そして2手目ですね。2手目に関しては横にいるハーメルンパイプ、 3P のハーメルンパイプに当たるように右側に打っていきます。で、結構、初手のポン 2手目も雑打ちで OK で、そんなに目印にこだわらずに、ここぐらいだなっていう風に思ったところに打って大丈夫です。そして、3手目は横間で右側に止めます。この3手目は別にどこに置いてもいいんですけど、止まりだったりとか、4手目、触りやすいっていう意味で、一回左の価値を噛んでから、右側の価値をもう一回触れるような角度で打ってあげると、止まりが固定化できるので、やりやすいかなと思います。そして4手目は、フォンフォンを打って、友情の火力を上げて、ハメルンパイプのボムウォーター発動させてルシファーを誘発、そしてワンパン、このような形になってます。続いて2つ目の編成をご紹介いたします。これが結構多くの人がやってる編成だと思います。はい、まず初手ですね。初手は先ほどのルシファー2体の編成と同じ打ち方をします。ここのルシファーは、先ほどのルシファーの、編成だと防御力ブダウンブラストを活用するので、そういった場合でもいい配置の場所はここかなと思ってます。はい、こちらの編成は2手目ルシファーに直接当たりに行きます。で、3手目ですね。3手目に関しては僕ジギランドハイドを置いてるんですけど、これはワクワク系の関係で、4手目のジャック・ザ・リッパーが1万回転持ってあげないとワンパンできないので、同じ種族のジギランドハイド、同族過激、同族過激速、同族加盟撃がついていたので、同じアジンの回帰を合わせるという意味で 3P にジギハイを採用しています。なので別にこの 3P はどんなキャラクターでも問題はありません。はい、1万回撃を持った耐闇、耐弱がついている紋章のジャック・ザ・リッパーはここでワンパンをします。はい、この2つの編成で僕は今回っています。もう1回だけ、こちらの編成を、見ていこうと思います。はい、もう1回振り返っていきます。先ほどとルシファーの編成とも同様に、ルシファーを配置していきます。こちらの編成では、ルシファーのコネクトの書は、必要なかったり、編成自体も紋章がいらない場面が 2P3P に関しては紋章がいらないっていうところがあって、結構多くの人が持ってるキャラクターでも組み込めるんじゃないかなと思ってます。はい、ここで、3手目は誰でもいいですが、僕はジギハイを使って倒していきます。まあ、結構使われてるところで言うと、ゲージがないヘンゼル&グレーテルなんかが同じアジン族で、一番いいのかなと思ってます。厳選してる人は、3手目ヘンゼル&グレーテルいいんじゃないかと思ってます。はい、4手目ここはジャック・ザ・リッパーで弱点に向かって SS を打ちます。これでワンパンとなります。まあ、こんな感じで、2つ編成をご紹介したんですけど、自分の手持ちだったりとかを加味して作ってみてはいかがでしょうか。ランク上げぜひ頑張っていきましょう。ご清聴ありがとうございました。